おつん酔ってタチションしてそう。どうもこんにちは、くんです。ということで、今回は、道を、こう、作りました。で、これでね、50人分のね、マス目を作ったので、このマス目を、みんなで、一人一つ担当して、街を作っていきたいと思います。ただ、今現在40人着しかいません。現在の人数なんですけど、ちょっと調べますか。40名となってるので、若干の、建築税に肉角上げるとか、まあ、建築に自信がある人には肉角上げるとかしないとこれ、成り立たないです。現在時刻は早朝5時。いや、違います。普通に夜の23時なんですけど、意外とね、50人クラフトって、土日そんな別に集まり良くなかったりするんですよ。平日良かったりするんだよね。あんまり土日関係なかったですよ。多分、みんなニートだから多分なんか、生活リズムだからめちゃめちゃなってんじゃないかな、多分。建築なので誰も来ないだけです。はい、ということで、やっていきましょう。はい、じゃあ、一人一箇所でーす。ちょっと撮ってください、とりあえず。ちょっと大きめにするか、ちょっと大きい区画もちょっと作るか。一部。3枠もらう。ハマス絶対やめた方がいいよ。ハマスは絶対完成できないから、本当にやめた方がいいと思うよ。ハマス言うこと聞こう。絶対に完成しない。断言する。100% 完成しないから、本当にやめた方がいい。マジで。マジでやめた方がいいよ。せめて2枠。じゃあ、俺だけ、後日別撮りでいい？言いそう。じゃあ、完成したらどうする？ちなみにハマスさん、制限時間は1時間ぐらいですよ。1時間で完成できますか？今23時16分。あなた多分0時16分になった頃、待って、くん、もうちょい。はい、10分待ちます。待って、くん、もう少しだから、ねえ、待って。はい、10分待ちます。くん、俺の分後取りでいい？いや、もうやめろって、ま、しかも角っちで。はぁ。角っちっすか。角っち使うんすか。1時間で無理だったらなんかペナルティにしませんか？スキン変えるとか？スキン変えよっか、ハマス。スキン。1時間クリアで1万？ふざけんな。10分延長すんな、あと1時間10分で。1時間って言っただろ、しかも。なんで10分延長してんだよ、微妙に。だそんなこと言ったら、ファマさん適当に作って、はい、完成ってできるじゃん。だそんなん言ったら。バーって適当に作って、はい、豆腐建築で、はい、完成、みたいな。俺、建築税だよ？じゃあ、まあ、みんなが認めたらじゃない？そんなの。もう作るの決まってる。じゃあ、計画書は？計画提出して？何をどう作るの？俺の脳みそに入ってる。いや、わかったわかった。じゃあ、その脳みその中身を言語化して開示してほしい。これお笑いやつや。ばあ。はい。まあ、とりあえず、全員一人一個取りましたか。シモム二つ、いいよ。二枠ください。いいよ、シモム。テーマは、え？いや、この道路に即した街を作ってください。この道路見れば、どういうのがテーマかわかるだろ？みんな。この道路を見れば、テーマが何かわかるだろ？どういうものをテーマとしたいか。ポテチの気持ちを汲み取ることができたものが作ってください。空気を読むこと、まずは。空気を読んでください、白熊メロンさん。早、陰キャ、陰キャ。それ、お前、誰のところだ、お前、それ。誰のところ、これ、荒らし回ってんの。長月。何してんの、これ。何これ、いじめられてんの。はい、みんな枠作って、枠の中入ってください。はい、枠入って。こう、枠足んなかったらどうするか、これ。足んなかったら終わった人に作ってもらうか。パスだけや。それでいきますか。なんか工事中とかにするか。なんかさ、工事中のさ、なんかちょっと高めのさ、なんかちょっと銀色の塀みたいなので、なんか、工事中防音シートみたいな感じの張り巡らす。じゃあみんな、ちゃんと街を作ってね。アホ。長月。はい。じゃあお願いします。さ、4枠取ろうとしてない？君。ファマスさん、ちょっと待って。なんか枠増えてない？ 5 枠だけど？は？どういうこと？ 5 枠って。どう5枠なの？ 1、2、3枠じゃないのこれ。1枠12分で作れるわけない。確かに。当たり前ですがみたいに言わんといてよ。なんか野良犬が普通のツッコミしてる。確かに。その通り。当たり前ですがみたいに言わんといてもらうといいか？ビル作るなら6枠必要なら当たり、さっき5枠って言ったよね。マジで構うだけ無駄。さっき5枠って言ったけど6枠になったの？この道路に、面してる建物でディズニーは無理なんで。ちょっと待って、なんか壊してるけど。ちょっと待って、ここ、陰キャ転生バンするか、とりあえず。これちょっと、こいつのやつ早すぎて、ちょっと、まだ。ちょっと、芋茶との枠がなんか、陰キャに壊された。マジで3枠じゃ少ない。じゃあ、これ真ん中使えねえよ、真ん中。どうするの？ゴリラビさ、ゴリラビまだ余ってるところあるよ。ゴリラビここ使えよ。ここ2枠ある、2枠。なんなら3枠ある、3枠使える、ゴリラビ、ここ。
ファースの横とかどうせ意地悪されるだけだからやめた方がいいよ、マジですると。マジで言うなら、ファースの横とか本当にやめた方がいいと思う、多分。本当ただ貧乏口だよ、普通に。意地悪されるだけでしょ、ファースの横なんて。意地悪されるよ。ファース。はい。ゴリラビーのところ、1、2、3、4、もう良くない ?4 枠で。イモチャのところ取るってこと?じゃあ、イモチャじゃ取られて、ごめん、じゃあ、イモチャごめん、引っ越しだって。あ、せっかくコータの隣、あ、じゃあ、いい、一個ずつずらそう。ずらす。はい、イモチャこっちへ、イモチャ角地で。で、倉持が、1枠取られました。残念。はい。じゃあ、作ってください。はい、建築開始でーす。はい、今から1時間なんで、0時23分までですよ。もうな、さすが県勢ですね、これ。でも俺、建築作れねえからさ。50人クラフトってか、マインクラフトはどれだけやってんだって感じだけど、俺建築作れねえから。ふんさん空いてるよ。どこ?あ、ここ?これ横は誰?横はアーケン?あ、そうなんだ、俺アーケンと仲良く作るんだ。のりくん、なんかうろうろしてかわいそう。のりくん一緒に作る?のりくん?こういう時、自分ここって言えないタイプか。のりくんこっちだよ。大丈夫だよ。一個余ってたらしいから、のりくんちょっとここしようね。先生と一緒にのりくん作ろっか。一緒に作ろうか。いいよ。のりくん何作ろうか。大丈夫だよ。先生と雲。うん、好きに作ろうね。ちょっと。アーケンにも嫌がられてる。のりくん大丈夫だよ。大丈夫。ほら、アーケンさん一緒に仲良くしてあげてね。席隣なんだから。やだ。ダメだよ。アーケンさん。仲良くしてあげて、のりくんと。面倒い。いや。同じクラスメイトでしょ。仲良くしてあげなさい。じゃあ、のりくん分かんないことがあったらアーケンに聞くんだよ。二人で頑張って協力してやってね。喋んないもん。よくそれ読めたな、俺。喋んないもん。すごくない?これ読めたの。喋んない。よく読めたね、今。なんかすごい。これ読めたら何でも読めるじゃん、もう。すごいな。ごめん、ヤナートのゼロなんちゃらの場所も奪うわ。は?なに?ヤナー場所奪われてる。野良犬とヤナーの場所奪うとか言ってる。二人とも作り途中で。まあいいよ。まあいいんじゃない。まあスキン変えさせるだけだから、別に。ここは待ってるが、野良犬も引っ越しな。野良犬ももういい。やめときな。引っ越しなもん。野良犬もここにしなもん。うん。やめとき、屋根も引っ越した方がいいよ。もうこんなところ。もう、あの、事故物件。ここ引っ越しなのか、適当なとこ。こことかにすれば。引っ越そう。近隣住民に迷惑かけるおばさんが使い。いじめられるだけだよ、あんなところ住んでても。移動してなんかすっきりしたにゃ。おい、何やってんだ、お前ら、おい、仕事しろ。作ってこい、早く、どっか。まだまだいっぱいあるぞ、作れるところ。はい、たい焼きここ。たい焼きここで。ちゃんとみんな、振るってね、技を。あれ?のりくんどこ行ったの?あれ?あけ、のりくんは?知らない。え?あ、いなくなってる。なに、レフトザゲーム。いなくなっちゃってる。なんで?欠席?カメスタさんのになった。お腹痛いって、あ、トイレ行ってんのか。あー、そっか。まあ、それならまあ、しょうがないよな。保健室行った。あー、そう。これ何作ってんの?倉持これ。あ?なんか今立ったな、なんか。ワールドエディットが今動いたな。一応言っときますね。一応趣旨をもう一度言うと、この道路に合った建物を建ててくださいという趣旨です。わかります?この道路に合った建物を建ててください。え?いや、えじゃなくて、この道路に合った建物を建ててくださいね、皆さん。こう、調和する感じで空気を読みつつお願いします。道路に建てていいんでしょ、ヤチくん?え、ちょ待って。あー、まあ、これなら、いや、ギリギリかな。うん、まあ、何がしたいかはまあ、わかる。まあ、ギリギリ。今なんか、ヨシコがヤチを見る目がなんか、あ、目立ちたがりの女やな、こいつも、みたいな感じで見てた。ヨシコが、ちょっと呆れた感じで、あー、こいつも目立ちたがりの女やな、みたいな。なんか人と違ったことすれば目立てると思ってるんかな、みたいな感じのボーっと見てた、今。待って、言おう、違う、いや、思ってない。本当かな。あ、のりくん来た。のりくん大丈夫?フリーハグ。のりくん、あの、アーケンの隣は?アーケンの隣は?きつい。なに、きついって何?なに、きついって何?のりくん。なんか、きつい。単純明快だね。きついって?
ちょっと声かけに行こう。ほら。声かけてほら。いや、あれの後であそこでやれって言われても、いやいや、もう別にね、一緒に作ったりとかはでもいいんじゃない？それなら。横は亀下くんのになったんだったら一緒に作ってもいいし、友達になれるんじゃない？心のどこかで避けられてるんだと思うとちょっと、まあ、ちょっと避けられてるかもしんないな、みたいな。友達だからね、まあ。アーケンちょっとさ、これ仲間に入れてあげてくんない？はい。え？仲間に入れてあげよう。なんか、あれでもいいよ。のりくん、VC つける？のりくん、聞こえる？はい。あ、ちょっと、アーケンちょっとミュート解除しようか。ちょっと二人でちょっと協力して。え、なにアーケンどこだ？電動リスカっていうのがアーケン？これもしかして。あ、はい。電動リスカって何？はい。電動リスカさん？はい。はい。はい。じゃあちょっとおしゃべりしながらちょっとやって。はい、ちょっと困ります。はい。じゃあよろしく。ちょっと困ります。おじいちゃん、離席するから。ちょっと待って。いやだ、くんさん。そうじゃないじゃん。よし。ちょっと申し訳ないです。これって、なんか一緒に作るみたいな感じですかね。じゃあ。俺、これ知ってる。白のコンクリートで天井と壁を抜いてください。この高さで揃えるみたいな。あ、そうそう、天井で2段にして、はい、なんか照明入れます。あ、わかりました。ねえ、あって、どうしよう。照明って、はい、あ、やっぱいいです。照明は、どうしようかな、シーランタンで決めるんで。あ、壁埋めてもらっていいですか？壁の方が大変なんで。あ、これ全部、あれです。あのさ、なんか言いかけて、同じタイミングで話して、なんか、あってなって言わなくなっちゃうの好きなんだけど。なんか言おうとして言わなくなっちゃう。あの、無理やり。あ、いや、全然。全然大丈夫。気にしないでください。先生、大丈夫。はい。いや、これ知ってるわ、これ。いや、なんか。はい。参加する前、なんかツイッターとかでちょっと。あ。その、いろいろ、なんか、言ってたりとか。何を謝ってんの、これ。謝り始めた。全部スクショ撮ってあるんで。ああ。謝れなかった。なんかそういうのちゃんと全部スクショ撮ってやるんで、あの全然消しても消さなくても大丈夫ですよ。はい。はい。いや、なるべくその忘れてほしいなみたいな。あ、今度スクショ送りましょうか、じゃあ。いや本当に大丈夫です。本当ですか。あ、オッケーです。やばきついこれ。もう聞けねえこれ。なんか。消してるかな。やばい、もうダメだ。あ、ただいまー。どうした、なんかやってる？楽しくやってる？なんか一緒になんかディスコとかでなんか話したりとかしてないの？いや、本当に全くないです。ああ、そうなの。え、てか参加前でもなんかお互い知ってたっしょ。知らなかった。ない、してない。あ、そうなの。ああ、まあな、じゃあこの企画を機に仲良くなれたらいいね。じゃあミュートしとくね。やば、きっと俺文化祭で見た、あった、これ、なんかこの仲良くない女の子になんか、あの、あ、これやっといてもらっていいですかみたいな感じで、ああ、はいみたいな、なんかわかるっしょ。これやったことあるやついるだろ、クンキッズ絶対。クンキッズ7割経験済みだよ今の。きっつ、あの文化祭とかでこう仲良くない女の子と同じ委員会になった時の様子みたいな、同じ班だからなんか気を使って仕事振ってくれるやつ、きつすぎる。やばい、きつすぎる。無理で耐えられない。もうこれ、この後もずっと同じやつ作らないといけないんですか。いや、そうだよ、なんで、やだろ、のりくん、なんでそんなこと言うの。もう楽しくやって、楽しく作って、のりくん。お母さんに聞かれて心配されたんですけど。いや、まあ友達できたって言えばええやん。新しい友達となんか話してるみたいな。なんかめんどくさそうだねって。
そんなことないよな。なんかお母さんもなんか勘違いだな。天ひどすぎる。だいぶひどいな。面白すぎる。すごいな。くんさん、これ何時まで？パマスくん、君は一体何を言ってるの？パマスくん、君は何を言ってるのかな？パマスくん、君は何を言ってるの？え、何じゃなくて、さっき、この時間はあと1時間ですよって言ってスタートしたよ、もう。多分、あと50分も切ってるよ、多分。え、てか全然切ってるよね。あと40分ぐらいじゃない？もう。あ、何時にスタートしたかわからないからってことか。どうしたん？え、いや、なんか作ってる様子をちょっと見ようかなと思って。どうですか、調子は。1時間で終わるよ。おー。本当に終わるのかな？でもなんかまあ、全部コピペすればいけるっちゃいけるか。まあでも内装とかも作るんでしょ？全部。え？内装？いや、だってそれそうでしょ。当たり前じゃ、だって内装を作らないと、だって、どんな家作ったのみたいな。え、みんな内装作るよね、普通に。外装だけだったら1時間もかかるわけないじゃん、だって。無論。内装あるよ。ほら。作ってるよ。俺、テナント募集中のビルだから内装ない。ちょっと待って、ちょ、テナント募集中って言ってるけど、君ディズニーって言ってなかった？ディズニーじゃなくなったんだ。もう。道にそぐわないから。あー、ファマスもその景観の調和を考えたんだ、一応。すごいね。ちょっと意識したんだ、そこは。すげえ、全体が見れるようになったんですね。あー、よかったじゃん、ファマス。人気投票2位から、ありがたいお言葉だよ。あざす、お前の次の人気投票の時、俺より下になってるから、その時はよろしく。俺は宣戦布告してる。バチバチやな。内装はちゃんと作る。これ、内装作れるんだよね。このでっかいビル作ってる人。これ誰これ。結構でっかいビル作ってるみたいだけど、大丈夫？誰だろうね。作ってる人なんかいないけど。ちゃんと作ってね、みんな。内装も。なんか、しもむ、この建物俺知ってるぞ、俺これ。しもむ、これもう既視感すごいあるな、ここ。知ってるぞ、これ。見たことある、こういう建物。あ、すごい、でも、家賃のすご、なんかすごいね。うまい。なんかトロールしてると思いきや、なんかいい感じになってる。まあまあ、ありっちゃありかも。よしこ。ああ、たまには変わったことしても褒められるけど、いつもこれやって調子乗るんやろなーって目で見てる。ヤチみたいなやつ、美大に何人かおったわ。持ってない。待って。そうなの？美大生バカにすんな。おお、いいね。あ、なんかすごいいい感じ。すごくいい感じになってる。わー。楽しみですね、ちょっと完成が。ちょっと完成までちょっとスキップしましょう。ポチ。ファマスくん。約束の時間の4分前だが。どしたん？なに？どしたんって何？ファマス。どしたんって何？どういうこと？どしたんって。あと24分やろ？は？何？あと 24？ どういうこと？あと24分って。何を言ってるの？君は。俺20分休憩してましたねん。は？知らんないけど、そんなの。休憩だから構わない方がいい。マスカ、あと3分ね。マスカ、あと3分だよ。くんさん、もう始めちゃおう。はい。見て回るルートスタート、ここから希望。はい、OK でーす。はい、ちょっと待って。はい、ということで、姉さん、これ、大丈夫なの？これ、こんなところからスタートで。これは？アウトブレイク発生中。感染拡大、あ、そういうこと？そういう世界線だったっけ？感染拡大してんの？これ、ラクーンシティかなんか、これ。感染拡大してる、めっちゃ。あー、ここからスタートなんだ。あ、なるほどね。あー。なんで、で、こっから、なんかさ、これバイオハザードっぽいな、これ。生存者の手記。街が封鎖されて1週間が経った。食料も底をついた。街の中心部に行けば何か残っているかもしれないが、俺にはもう腐った奴らを何とかする体力はみじんもない。下から聞こえるうめき声は日に日に増えている。あいつらは神聖な肉の匂いが分かっているみたいだ。どうしてこうなってしまったんだ。結婚記念日は来週だってのに。ん？どうせ死ぬなら、初めてあいつとデートした思い出の場所で、愛してる。誰の手記でしょうね、これ。かゆう馬だな。売り地。おい、誰だこの手抜き作ったやつ、この手抜き出てこい、これ。誰だ、これ。ということでね。
で今の真っ黒で上海か深圳にありそうなビル、ゴリラビ。おー、全然ありそう。なんか全然ありそう、わかる。なんかもう普通にうまい。なんかもう、なんか別になんか言葉が出ない。別にちゃんとうまいから言葉が特にない。ただただうまいって感じ。これはハヒハト。ファミマ。あー、ちゃんとファミマカラーになってる。スタバ。なんかスタバ、ハヒハト行ったことないのかな。なんかファミマはちゃんとそれっぽいけど、なんかスタバは全くそれっぽくない。ファミマは行ったことあるけど、スタバは行ったことないからわかりません。そうか。あ、まずい。あー、にゃにゃってそうなんだ。あー。この建物のモチーフは新宿の信濃町にゃ。ルーマニア大使館かなんかあるのかな？そうかそうか。変な建物やの。いや、まあ。人が住んでるのかわからないボロ屋。3年ぐらい外見に変化がなかった。誰これ作ったの？海やこれ。何なのこれは一体。一応ないそう、全然ない。でもちょっとわかるけど言ってること、このなんか、この雰囲気みたいな。こういうのね、廃墟って壊す方が金かかるから、ずっとなんか廃墟のままなんだよね。壊す方が金かかるからほっとくみたいな感じのことになるっていうの聞いたことある。取り壊しって結構なんかこう、瓦礫とかの回収で金かかるらしいんだよ。何これ。マジ全然終わらんかった。これ何これ、アニメートじゃねこれ。これアニメートじゃんこれ。ドラインさん、ドラインさんの大好きなアニメートじゃないですか。ちゃんとわかる、ちゃんとわかるよ。なんかアニメートってくせんだよな、ちょっと。なんか知んないけど。なんか若干酸っぱい匂いする。なんであんな匂いするんだろうな。やっぱ本の匂いなのかね、あれが。これすごいな。ツルハドラック。これは一体、お客さーん！あ、煮卵のやつだ。はい、煮卵のことについては、詳細はこちらの動画を参照してください。ツルハでレジ打ち始めて間もない頃、客の煮卵だけレジ打ち忘れて店の棚ぶっ倒しながら客の車まで全力ダッシュで煮卵届けに行った。煮卵持って全力ダッシュしてくる下さん見たいけどな。あざしたー。ふいー、レジ打ち疲れるねんなー。あれ？この煮卵なんこれ？やべ、これさっきのマダムが買おうとしてる煮卵やんで、レジし忘れとるがな。ダッシュで、ガラガラドッシャーン！嘘だろ！お客さんガシャー！先輩、下村くん！すみません、煮卵、うえ結局煮卵買おうって言われたらごめんね、まだ。あの、大喜利の中で一番作り込みすごくてよかった、下沢。最高得点だわ、これ。うわぁ。なんでよしこしかいないんだろうか。なんでよしこまみれなのかよくわからないけど。その際は何がコアラになってるの？串カツ田中。中川ビル。かげろう恵比寿。あれ？あ、これは、とりあえず31人来れるよ、ここ。まあ。これすごいな、これ。これすごいね、家賃のやつ。ちゃんと駅になってるし。家賃号。駅になってる、すご。ちゃんとすごい。ちゃんとモノレールだ。あ、すごい。すごい。ちゃんとモノレール向こうまで繋がってる。頑張ったよ、やつと。すごい。なんか、普通にすごいから、なんかすごいって感想しかなかった。たまには当たるもんやな。もうアフレコしてた。うわぁ、これすげえわかる。大家さんの家。もしこれピンチこれ。これピンチなのこれ。これピンの家なんだ。ピンなんかちょっと、ピン、大家さんがいる家がいい。ピンなんかちょっと結構古いね、これ。お家が多分これ。追い出されるよ、これ。よしこは？憧れの縦売り住宅。縦売り住宅っぽい、この感じ。これは斜めのなんか、めっちゃわかる、この斜めになってるやつ。縦売り住宅か。くんさんハウス。玄関にある段ボール。長月くん、これもしかしてこれ全部再現しようとした？長月くん、実は、めちゃくちゃすごいちょっと事情があって、長月くん、実はうちの内装知ってるんですよね。ここまで作って NG 入りました。もうダメ。室内に積まれた段ボール。
実は長月とちょっと俺交際してて、ちょっとそれで打ち来ないみたいな話になって、ただの天然温泉、ちょっと待って、苦し紛れの天然温泉何この。温泉作ったの意味が分かんない。別に温泉別にうちないけど。まあいいよ、次行きましょうか。令和ビル、昔通ってた職場っぽいビル。令和ビルって絶対ありそうじゃない。え、こんないいビルに通ってたの職場、こんないいビルに通ってたのトーマスが。眠すぎてやめた。え、バカじゃねえのお前。バカだな、マジで。本当にバカなんだな、お前。いや、なんかもう、バカなんだな、やっぱり。寝坊多すぎて申し訳なくてやめた。バカだな。はい、コータン。なんかパチンコ屋すか、これ、コータン。コータンビル。豪華な外装の通り、お金持ちのコータンしか住めないビル。いや、これ、パチンコ屋にしか見えないよ、これ。なんか、パチン、なんか流れる感じだね、このパチンコなんか、バーって、このなんか。パチンコ屋さんみたいなと、田舎のパチンコ屋がラブホみたいになっとるぞ。光ったり動いたりしそう。わかる、大阪。料金64万円。金降ってこないかな。料金所。街から出るには金が必要ない。64万円ってさ、なにこれ、なんか やたら60、なんかこれ検問してんの銀。なんか64万円ってこだわってるけど大丈夫、なんかあんの大丈夫か、金になんか困ってんのか。あるある。まあまあだな。まあまあだな、銀ちゃん。黙れ銀ちゃん。まあなんかあったら DM にね、DM に送ろうね、くんさんの。ウモムシビル、テナント募集中。空き多数。なんかイモムシビルって。なんか変なビルだな。テナント募集しすぎじゃね？もう終わってんじゃん、もうこのビル。寿司どころ倉持ち。リーバー、俺のエビ。カラオケ、この広。テナント募集、テナント募集。めちゃくちゃだな。家庭教師の芝、個別指導。嫌だな、芝の家庭教師はちょっと。あ！アーケンさん、これは？デパス、デパス、デパス、コンサータ、コンサータ。コンタック。コンタック、ちょ待って。あのさ、ドラッグストアにデパスと、あの、コンサータ売ってません、まず。レッドブル、レッドブル。モンスター、モンスター、バファリン。コンタック。これ何用のやつだよ、これ。001、001。幸せに泣き分になる。ブロン、ブロン。あの、別にこれ、咳止めだからね、これ、ただの。ただの咳止めと風邪薬だよ。カミソリ、カミソリ、貝印。これ、ノリ君一緒に作ったんじゃないの？ノリ君？あ、上にいる。パン屋、安い。ノリ君、なんかどうした？なんで上、それどうやってそのパン屋さん入んの？ノリ君、ノリ君、これなんでそんなところ作っちゃったの？一緒に作れって言われたから。え、なんで協力すればよかったじゃん。またなんか書いてるし。レジ打ちには、はい、全真っ黒。ノリ君さぁ。なんか勝手に作ってた。知らない。なんかノリ君って感じだな。もうなんか。マルコシネマ、ドリンク、ムービー。ああ、なんかわかる。何これ。成人映画館。え、ちょ、大丈夫か大丈夫か。え、何が上映されんのこれ。え、何見んのこれ、大丈夫。え、ダメ。見るだも俺、クビになる俺。リクエスト募集中、ふざけんな、考えとけ。ああ、じゃあさ、これがいいや。なんか映画をさ、なんか10分にまとめてさ、10分で見れるなんかやつみたいな、短縮して見れるやつ。なんか忙しいからさ、俺。映画を10分にまとめて見れるさ、なんか動画とか出したらいいんとちゃうの。ナレーションつけたらさ、まあ見やすいし。何がいいかな、名前。忙しいし、早く見れるから、ファーストとか。ファスト映画とかなんかそんな感じ？はい、次行きまーす。ちょっと。海遊館。ポテチの気持ちを考えた結果、海遊館。海遊館、そんな、もう海遊館こすりまくりだな。はい、なんで海遊館かというと、ポテチは、修学旅行で学校の友達と海遊館行きたいと思ったけど、みんな USJ 行きたがって、ポテチは海遊館に行きたいのに行けなかったっていうのをずーっとポテチは思ってる。え、だって、だよね、思い出。あんま覚えてないけど。レポン、ちょっとおしゃれなマンション。なるほど。まあ、色使いがいいね。うんうん、レトロな感じがする。確かにレトロな感じで可愛いねっていう話じゃない。ちょっとおしゃれ。これはちょっとあのタッチションしてないな。これまずくない。これタッチションしてるし
おしっこ漏らしてるし、最悪だな。もう最悪、このビル。また炎上ビルだ。これは？これ何なのこれ？何この建物？これ何の場所これ出んねん。これ何を表現してるのこれ？また空がこれ。また空が来んのこれ。ねんねん。ダメだ。ちょっとほっとこう。ちょっと危ない。空が来たらやばい。コイン。精米機。ちょっと。あのさ、なんでこのさ、あのみんなで建物、どうして精米機作ろうって思うんだろう。なんかこう先が、まあ、うまいけど、どうしてコイン精米機作ろうと思ったんだろうな。自らはぶられに行ってる。ほんと田舎にあるだろう、これ。こんなところにないだろう、街中。県勢だけどワールド権限ないから終わらなかった。ワールドエリットぐらい行ってくれればつけてあげるのに、バイカメスタ。まあ、メタボだしな。真のコミュ障って感じだからな。ああ、ちゃんと上にメタボのマークつけようとして終わってる途中で。かわいそう。もらえばよかったのに、ワールドエリット。かわいそう。何この噴水？これ誰が作ったのこの噴水。誰だこれ。もう倉持これ。カナリア？噴水作ったらバンだぞ。岡本太郎作、これさ、すごいディスじゃないこれなんか。なんかすごいこれウィットに飛んだディスな気がするけど、これ誰これ。言いたいことめちゃくちゃわかるけど。あ、タコワサ99。すごいな。センス、なんかもうこの、なんか絶対バカにしてる感じがする。この岡本太郎作でこれなのやばい。言いたいことはわかるけど。これは？街歩いてるこんなところに神社あるんだってなる神社。あー、あるね。あ、通っちゃった。これは？交差点には大体コンビニがある。緊急事態宣言でも24時間営業中。ローソン。誰？ベノムか。ミニストップのことミップって訳したことありますか？何それ？ミップとか誰が言うの？え、なんかそれ誰か言ってた！ミップって誰か言ってた！誰？よしこか。ミニストップのことミップとかって言ってて、何それみたいなことみんなで笑ったの覚えてる、そういえば。いや、ミップとか言わなくねつって、なんかバカにした覚えがある。おばあちゃん。ミップとか言う普通。田舎のヤンキー言う人いる。いや、こっちは元ミップ店員だぞ。あ、ミップで働いてたんだ。あー。まあ、いいや。意識高い系会社、カンタスケ。あー。あー。なんかわかるかも。こう斜めが入り口になってるってのもちょっと意識高い要素だよね。意識高い系フリースペース型オフィス。うわー、うぜえ。あのさ、なんかバランスボールみたいな椅子に座って仕事するやつでしょ、なんか。わかるわかる。あの、背もたれないバランスボールみたいな椅子に座るやつ。あ、絶対やりにくいだろっていう。あんなんで仕事できるかよ、みたいなさ。あ、これ応接室ね。応接商談スペース。あるね、意識高い系。あ、見たことある。これめちゃくちゃ見、この辺めっちゃ見たことある、この辺。消費者金融ビルと下に入ってるドラッグストア。消費者金融ビルと1階の不動産屋。左の意識高いそうな会社の社長も見たことある。屋根上の知らんサプリの広告。3階アイフル、3階プロミス、2階レイク、5階謎事務所、4階浜松町第一クリニック。あ、浜松町第一クリニック4階ってことは渋谷のあの、銀だこの近くのやつ？もしかして。4階にあったね、あれ確か。俺あそこ利用したことあるよ。誰が使うかわからん。とりあえず空き地に作られた、有料パーキング。あー、わかる。とりあえず作られてるやつね。めっちゃ高いやつ。建築計画のお知らせ。令和4年6月27日、竹本健五郎。工事中ってのはわかった、商店街のお祭りの時、本部が設置されがちでよくわからない広場。これって何なんだろうね。とりあえずの、なんかあれなのかな。これってどういう経緯で、なんか発生するんだよね、こういう広場って。どういう経緯なんだろう。スタバ風ノルノル猫カフェ。俺猫カフェ行ったことないんだよな。行きましょう。何これ。何この暗い邪悪なビル。何これ。何してんのこれ。どういうビルこれ。ライブハウス、全然終わりませんでした。全然ライブハウスに見えねえんだけど、悪の組織のビルみたいな感じになってる。ライブハウスか、まあ、なんか、ちょっと吉祥寺っぽいな、なんか。この入り口が吉祥寺感ある。ちょっと入ったところね、あの。冒険者ギルド、現代支部、第一号館、戦略。戦略。戦略。
そうだよな、冒険者ギルド知らないもんね。リアルの建物相談窓口受付受付、まあそう現代出発、まあせいやくんは分かんないもんな、外出たことないし、酒場、あ資料、ああギルド調室、ギルド調室、事務室。まあそうだよな、異世界転生の転生先の異世界の方が現実だから、せいやくんからすればむしろそっちの方がリアリティ感じるまであるから、ここ仮想だから現実社会の方。チルノルノルいる。パンと飲み物販売店。パンと飲み物って何？パンと飲み物、飲み物って書く普通。パン屋じゃないのそれ。パンと飲み物販、飲み物販売店とかってある？だから抽象的な表現だよね、なんか。飲み物屋さんって何？なんか言えよ。タピオカとかさ、コーヒーとかさ、抹茶とかさ、そういうのじゃないの？これは。新婚ハウス。あー。ケン・カンタスケ・ウルンルー。あー。あ、座らせられてる。あ、喜んでる。嬉しそう。なんか、カンタスケ大丈夫な？向こう、上の方見てる。大丈夫な？暗いよ、カンタスケ。電気つけないで、これ。カンタスケ、大丈夫か？なんか、壁の隅っこ見てるぞ。ここにいろって。あね、お風呂とかがあってって感じか。あー、なるほどな。不穏な未来を暗喩。ほう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 。ほうほう。あ、二人のベッドね。なるほど、なるほど。え、それぞれの部屋とかはないの？ルンルン。それぞれのお部屋は？ルンルンの部屋とカンタスケの部屋みたいな。一緒にね、なんていうか、その、なんかそれぞれのプライベートな場所みたいなのはないのかなって、その、いいの？あー。てんてんてん、なんかこの辺見てる。壁見てる。はい、じゃあ次行こうか。次行こうね。仲いい、仲むつまじくてよろしいね。これは？このキャンパスは学食あった気がする。マジで知らん。法政大学市ヶ谷キャンパス。行ってないので内装は忘れました。ちっちゃいからもっとでかいでしょ、あれ。あれ、だいぶ大きいよ。確か明治大学の、何タワーだっけ？明治大学リバティタワーの後に、なんか、ちょっと高いやつ作ったんだよ。本当に。バカと煙は高いところが好きっていう典型だよね、この大学は本当に。本当にしょうもない。そう、リバティタワーができた後、作ったんだよ。新しく建て替えて、もう作ったんだよね、確か。本当に、バカと煙は高いところが好きっていうのはよく言葉で表されてるよ。はい。まあまあ、いいね、正解。マーチの端っこだから必死。次行きます。あれ？あと紹介したのは、あ、これはもしかしてフラワーショップ。風呂行ってくるんで勝手に中見てってください。なんだよ、こいつ。適当すぎだろ。スミレ1時間5000円。ヨモギ1時間7000円。カエレ1時間。これ何があんの？この中に。怖っ！何これ？何これ？なんか、女に花の名前つけてんのか。あー、なるほど。フラワーショップってそういうことね。マッチ売りの少女って実はなんか売春してたみたいな、そういうやつと一緒な。両国技館歌い手のライブで初めて行って完全に沼った。最近また沼り始めてきました。匿名希望。なるほどな。もう十分すすったんじゃないか。まあ十分吸い取ったやろ。なるほどね。あー。新しい趣味見つけた。ワクワク。あー、なるほどね。じゃあやっぱ難しくなりそうだね。やっぱり。大学は後期ちゃんと行った方がいいんじゃない？将来とか不安だよ。不安だから。ここから上に行けます。なんだこれ。なんだこれ。なんかよくわかんない。説明がないからわからんぞ、これ。誰が作ったんだ、これ。イニン、田舎者なので想像で頑張ってビル作ります。想像。なんかこんなビルなくね？なんかちょっと違和感ない？なんかビルじゃなくない？これなんか。なんか違和感ない？このビル。なんかおかしくない？なんかデザイナーズマンションって感じだよね。なんかどっちかっていうと。なんか違和感ある？なんか。僕と永遠に共にそばにいてください。コータン芋虫。なにこれ？これ芋茶が作ったの。なんか見てる。二人見てる。嬉しそうに見てる。土木、飛ばさないで見て、ニューヨークにある例の都市公園。ああ。あ。なにこれ。
カスケードを見ながらコーヒーを飲みましょう。これ知ってる？これめちゃくちゃ拾えないけどな、これ映画とかでなんか見たことある気がする。次、あ、これで一通り終わりか。これで一通り終わったか。うん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 。ポテチくんさん噛む。橋と川と桜並木咲くポテチ。あーそうだね、ポテチがこれ道路作ってくれたから結局まあ GG って感じかな。うんうん。はい、ということで、ということでね、楽しかったでしょうか。今回はね、今回はみんなで街を作ろう企画ということで楽しめたかなと思い、かます、かん。何？もう時間切れだよ。もうだってもう何分経ったの、何分オーバーしたと思ってる。だって相当な分数オーバーしとるで。スキン変更やな。もうすごい。これ一体何ですか、これは。どういうビル。おーおー、もしかして全階層ある？あれ、まずここ何、この真ん中何、これなんか内装ないけど大丈夫？内装ないぞ。あるよ。真っ暗なのこれ。何のビルだこれ。内装がないぞ。外見えない。内装がないそうだ。内装がないそうだ。景色どこから見えんの？まずこれ景色見えなくない？なんか真っ暗で景色見えない、何も。何も見えないよ、まずこれ。サーバー。サーバーって何？サーバー管理してるビルディング。え？サーバーを管理してるデータセンターってこと？これ。ってことでね、ハマスくんのスキンがまた変更になるってことで、次回予告、タコワサ1219登場。はい、ってことで、ジジでーす。おつ。でさ、俺まだ回線工事できないんだよ。あ、このタコワサはすぐ判別可能だわ。でさ、みたいな。このタコワサは判別可能な気がする。まだ自我がある、このタコワサ。この主張が強いわ。このタコワサは7月なるのに回線工事できないんだよ。あ、わかったわかった。じゃあな。